どうも影カゲです。今日はですね、人に会わないようになるっていうことについてお話ししたいと思います。え最近ですね、その僕はこう まあ会いたい人定期的に会いたい人とかこう結構いたりもするんですけどもその何て言うんですかね自分のこうやることがですねこう結構盛りだくさんというかねこうやりたいということが結構いろいろとこうあってそれを実際にこうやっていくとですねなかなかこう人に会えなくなるというか、まあ、会わないようになるっていうかそういう感じですね。だから自分 自分のまあこうやろうとしてることをこう一生懸命やってるとですねその人と会う,こうどういうんですか自分のこう例えばストレスがいろいろかかった時のためにそのためにっていうかかかった時にそれを聞いてもらいたいがためとかそのストレス発散がするがためにこう人に会うっていうことがちょっとこう最近なくなってきてるかなというふうに思ってます。その やっぱその人と会ったりするとやっぱ話して楽しいんでこう面白いんでこう会いたくなったりするんですけどもそれよりも自分のこうやるこれをやろうというふうに決めてこうやってることをやっていっていろいろやっていくとですねそこへこうその自分の,そのストレス発散のために会うっていうことがこうしなくなるというかその会わないようになるという風になってしまってるかなと。 でそういういもんなんかななかと逆にその時間があるちょっと暇な時間がある人の方が人と会ってるかなというその人と会うっていうのはそのストレス発散のためですよね。だから、あのー、これが悪いって言ってることじゃないんですけどもその仕事終わりにですねその居酒屋行ってちょっとこうストレス発散するみたいなこういう時間っていうのはですね 結構その僕の中ではもううなないようになってますねその今はこういう時期なんでその居酒屋はなかなか行けない状態ではあるんですけどもそういうことでの時間の使い方っていうことをこうしないようになったその会いたいその目的があってですねその会う時のその目的ですね目的の種類がねちょっとこう違ってくるんかなというふうに思います。 自分がどうしてもその見つけたいものがあってですねその分かりたいものがあって会いに行くその自分を高めるためにこう会いに行くとか高めるというかそのどうしてもねそのわからない部分があってそれを直接聞きたいから会いに行くとかそういうことであったらですねまたその違うであと相手のことがなんか気になってですね今ちょっとあっとかないとなんか 自分が後悔するんじゃないかななとと思ったりすするることがあんんですねなんか直感的なもんですけどそういう時はちょっとこう迷わず会いに行くようにしてますね。でそういう場合は僕もいいかなと。で別にその人と会ってねそんなに何もこう。 心配するようなことは結局なかったんですけどもその会いに行かないと自分の中でこう心の中でなんかこうモヤモヤするというか大丈夫かなと思ったりすることがあったりしてそのまあ会いに行くと。そそれででであのそうですねん そういうことをするっていいうううのはそういう目的であればいいんかなと思うんですけど自分の,そのストレスがかかってるでそのストレスもかかってるんですけどもそのストレスがかかってるその根本原因を解決する活動をせずにですねただその場のストレスがしんどいからって言ってストレス発散のために会いに行くっていう,こう行動っていうのはもうダメだなと。 うん、そのダメだなというかその僕の今の中の,その選択肢の中にはもうないようになった前はねそれで会いに行ってた時があったんですよね自分の状態が悪い状態をこうなんとかこう発散させるために会ってたっていうことがあるんですけど今はねその根本原因にこう、えー、焦点を当ててですねその活動をしてるとですねそ,のそれを発散するために会いに行く、えー、必要がないというか。 そういういことではこう自分は動かない状態にこうなったかなというところでねその、まあ、不思議なんですけどもそういう例えばその自分がいろいろとねインプットというかいろんな活動をする中で,です、ね、自分にこう取り入れて取り込んでいくこう自分の中にこう入れていくもんですね経験値として入れていくもののためにこう活動しているとですねなかなかそ,のそういう。 ストレス的なことでのその会うっていうことそういうのもねだから例えばそのストレスの根本原因をやりながらやってるやってどん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 やってるなかなか結果に結びつかない状態でのその相談であったりとかそういうことであればいいんでしょうけどね、うん、だからそういう例以外はもうなくなりましたねそれよりもこう自分の中のこと であったりとかその、えー、お客さんとのつながりであったりお客さんのためになることであったりとかですねそういう動き方あとは自分とか自分の家族とかですねそういうもののために動くことであったりとかですねそういうことにこう使っていくただ自分の努力をせずにストレスが溜まっていることをうさばらしするために人と会ってお酒を飲むっていうことはもうないと。 いう形ですね、もうちょっと違う、えー、状態に僕はなってるんかなというふうに思いますだから結構その、えー、しんどいこともあるんですけどもその充実はさせていただいてるかなという,ふうに感じておりますだからん今の状態の方がいいかなとその意味もなくね、えー、人と会うというところは えー、そういう余白もあってもいいのかもしれないんですけどもその、えー、偶然に何かをこう拾えることもあるんでねそういう動きもいいんですけども今のところはねそっちよりもですね自分のそのやろうとしてる活動その方向、そのためにこう時間を使うというか、えー、そういう風になってます。そそそれがもうううう当たり前といいいかその方れを意識むちゃ,くちゃしてるわけけじゃないですけどそういう方向にこう 勝手になっっててしまいるというとうころですね、うん、だからそれで僕は今それでいいんじゃないかなというふうに思っております。だから、えー、自分の活動の中でいろいろと会う人は結構おられるでそこでこういろんな気づきとかそういうものもありますしそれでいいかなと。で、えー、正直ねその会って話したいなっていう人もいるんですけどもその。 そっちよりもその自分ののの活動で動でくことの方がこう優先、えー、されてる今の状況まあ、えー、簡単に言えばその時間にあまり余裕がないというか、えー、そういう状況かなと。うん、でそれはそれでそのそれをことがストレスがたまるというよりはですねその充実した状態にはなってるかなというふうに、えー、思います。ということで今日はですね えー、人に会わないようになるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。